皆さんこんにちは。埼玉県にあります西川口キリスト教会の牧師斉藤真一郎です。本日はエゼキエル書の20章1節から9節の御言葉に聞いてまいりましょう。私たちが本当に祈るべきこととは何なのか、そのことを今日の御言葉に聞いてまいりたいと思います。エゼキエル書20章1節から9節。第7年の第5の月の10日、イスラエルの長老たちの幾人かが主に尋ねるために来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、イスラエルの長老たちに語って言え。神である主はこう仰せられる。あなた方が来たのは、私に願いを聞いてもらうためなのか。私は生きている。私は決してあなた方の願いを聞き入れない。神である主の御告げ。あなたは彼らを裁こうとするのか。人の子よ、あなたは裁こうとするのか。彼らの先祖たちの忌み嫌うべき技を彼らに知らせよ。彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私がイスラエルを選んだ時、ヤコブの家の子孫に誓い、エジプトの地で彼らに私を知らせ、私があなた方の神、主であると言って彼らに誓った。その日、彼らをエジプトの地から連れ出し、私が彼らのために探り出した乳と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に入れることを彼らに誓った。私は彼らに言った。おのおのその目の慕う忌まわしいものを投げ捨てよ。エジプトの偶像で身を汚すな。私があなた方の神、主であると。それでも彼らは私に逆らい、私に聞き従おうともせず、皆その目の慕う忌まわしいものを投げ捨てようともせず、エジプトの偶像を捨てようともしなかった。だから私はエジプトの地で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らへの私の怒りを全うしようと思った。しかし私は私の名のために、彼らが住んでいる諸国の民の目の前で、私の名を汚そうとはしなかった。私は諸国の民の目の前で、彼らをエジプトの地から連れ出すと知らせていたからだ。預言者エゼキエルのもとに、イスラエルの長老たちが祈ってもらうために集まってまいりました。しかしその彼らの心を見抜いた神様はエゼキエルに彼らのために祈ることをお許しになりませんでした。3節のところを見ますと、神様はエゼキエルにこのように言っています。人の子よ、イスラエルの長老たちに語って言え。神である主はこう仰せられる。あなた方が来たのは私に願いを聞いてもらうためなのか。私は生きている。私は決してあなた方の願いを聞き入れない。神である主の御告げ。このようにあります。どんなに信仰深い人を通して取りなし祈ってもらったとしても、神様がそれで祈りを聞いてくださるという保証はありません。神様に祈りを聞いていただくための最も大事な作法は何なのか、どのような信仰が必要なのかということを今日の箇所からご一緒に考えていきたいと思います。神様は言いました。あなた方が祈れば私はそれを叶えるとでも思っているのか、というようなことをおっしゃったわけですね。私たちが神様に何かを
祈って願う前にもっと大切なことが実はあるということを今日の箇所から教えられます。日本のことわざには苦しい時の神頼みというのがあります。普段は祈らないのに自分が苦しくなった時だけ神様にああしてほしい、こうしてほしいと祈る、そのような祈り方です。聖書の神様はこのような祈りを喜ばれる方ではありません。また祈る人たちの中には、まあ、祈らないよりも祈った方がマシだというような、そのような考えで軽々しく祈ることってないでしょうか。あるいは、聖書の神様は本当に私のこの祈りを聞いてくださるんだろうか、そのように疑いながら祈る、そのようなこともあるいはあるかもしれませんけれども、神様はあなたが何かを祈る前にもっと大切なことがある、そのことを教えてくださっています。今日の箇所で言うと、まず6節の御言葉に耳を傾けたいと思います。その日彼らをエジプトの地から連れ出し、私が彼らのために探り出した乳と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に入れることを彼らに誓った。私たちがまず覚えないといけないことはここにあると思います。私たちが神様にあれしてほしい、これしてほしい、そのように私たちが神様にこうしてほしい、ああしてほしいという、そのような課題を神様に祈るよりも前に、まず神様がそもそも私たちのすべての必要をご存知である神様が、私たちにとって最もいいと思われることをもうすでに準備して整えてくださっているという、その事実に目を向けること、別の言い方をするならば、私たちの求めるものではなくて、まず神様が私たちに日々どれだけ豊かに必要を満たしてくださっているのか、祝福してくださっているのか、そしてなおも神様は私たちをさまざまな祝福恵みで満たしてくださろうとしているのか、そのことにむしろまず心を向けていくということの大切さを教えられます。主の祈りでも同じことが言えますが、一番最初に主イエスが模範として祈られたのは、ああしてほしい、こうしてほしいという祈りではなくて、まずじっくりと神様というお方がどういうお方なのかということを黙想し祈る、そのような姿勢が出てまいります。私たちにはまず神様に心を向けていく、そしてその私たちを作られて私たちに人生の使命を持っておられる神様がどういうお方なのかということを静かに黙想しながら祈りに導かれていきたい、そのように示されます。もう一つのことは8節のところにありますが、それでも彼らは私に逆らい、私に聞き従おうともせず、皆その目の慕う忌まわしいものを投げ捨てようともせず、エジプトの偶像を捨てようともしなかった、このようにあります。神様に祈る者が自分が本当に神様には喜ばれないような、そのような生き方や考え方や罪がまだたくさんあるのに、そのことを悔い改めることもお詫びすることもなしに、神様に軽々しくまた次に次にと、神様こうしてください、ああしてください、そのように祈るようなことはないでしょうか。私たちは神様の前に祈るときに、まず第一に神様ご自身のことを静かに黙想する、そして第二、私たちが本来神様にああしてほしい、こうしてほしいとか祈る前に、本当に自分が神様には祈るのにふさわしくない、そのような
欠けだらけの罪だらけの人間であるということをわきまえて、本当にへりくだった心で神様に近づいていく、それがまず祈っていく時の作法である。そのように今日の箇所から示されるのであります。何をまず私たちが神様の御前に祈る時に静かに黙想していくということは、今日ほど大切な時代はないのではないかと思わされる時があります。私たちは皆もう本当に祈る時間もないぐらい忙しい日々の中にあるのではないでしょうか。もう次々に私たちは神様に祈りたい、そして解決してほしい、そのような祈りの課題がもう入ってまいります。あれも祈りたい、これも祈りたい、私たちの心は流行るわけですけれども、まず日々神様の御前に祈るときには、心を静めて神様に静かに心を向けていきたいと思います。そして私たちのことをあれこれと祈る前にどうでしょうか。まずは聖書を開いて神様の思い、神様の御言葉をしっかりといただいてから、それから祈っていくというような祈りの姿勢を持つことができたら、私たちの祈りはこれまでと全く違ったものになってくるように思います。クリスチャン用語の中に最近流行ってきた言葉に QT という言葉があります。ある人はこれはクエスチョンタイムだというふうに訳した人がいますけれども、あながちこれは間違いでもないんですね。神様に何を祈ったらいいのかを問うというふうな意味では、祈るときには大切な言葉かもしれません。しかしこの本当の意味はクワイエットタイムという意味です。神様の前に静まった時を持つ、神様の御心をまず求めて聞きましょうということを大切にする言葉だと思います。私たちが日々祈る時に大切にしたいことだと思わされます。ご一緒にお祈りしましょう。私たちの日々の生活には数々の課題が山積しており、本当に私たちはあなたにその解決を求めるために祈りますが、どうかまず日々祈るときにあなたの前に静まって、あなたの御心、御言葉に心を向けていくことができますように、日々お導きください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。